久々になってしまいました。忙しくて気づいたら寒いよね。それでも気持ちは夏休みだから、毎日いつでも夏休みだから。そうですよね皆さん、夏休みの気持ちを忘れたら、その時から皆さんは大人になってしまうんです。ふう、おはようございます。お、今日は、じゃあいただきます。お魚、いただきます。朝からお魚を食べて元気を出して、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。遊ばないと。さっき体操の前に木にブランコを吊るしたよ。ブランコ、いいわね。それもう3年も使ってなかったけど。ブランコブランコ。3年ということはお兄ちゃん使ってもいいの？ブランコ、おお、いいんですか？ちゃ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 っただだか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 、ここ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 です。いいんですか？お母さん、あ、はい、いました。おい、ワンコ見ていてくださいね。ワンコはまだ私が嫌いなの？こうやってね、時間を空けましばね、ワンクーは忘れますから。これいいの？使ってもいいの？いいの？お母さん、いいんですか？ブランコってこんな山の中だと、うん、なんだかアルプスの少女ハイジって感じだな。ヘイリー、うーん、いいんですか？いいんですか？いいんですか？あんたちょっと見ててあげるから乗ってみなさいよ。お、あんたちょっと乗ってみなさいよ。地球と喋るのでは？あー、イエーイ、あー楽しい。これいいね。自分の家のところにこんなものがあるなんて幸せだ。私のアメリカの家では、庭のところに何か置くスペースはあったのですけど、何もお父さん置いてくれませんでした。破壊されてしまうからだと思いますけど。だから芝生を、水あげます。スプリンクラー、わかりますか？チェッ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 のあれでよく、妹と遊んでいたことを覚えています。でもこんなものが欲しかったな。こういうもので遊んで、いろいろジャンプして転んで怪我をして、妹を突き落として、そんな日常をしたかったです。たどー、着火、イエーイ、お父さん、お父さん見てくださいよ。私がかっこよかったでしょ。だらっ、お父さんは今日も、お、いました。仕事です。お父さん、お父さん、僕くん、おじさんの特製ブランコもう乗ってみたかい？さっき乗りました。そうかい、じゃあ気をつけて乗るんだよ。わかりました。危ないからね、あれは。実はあれが落ちるときは、落ちるとき一番気をつけなければいけないところは、まず落ちますでしょ。それも痛いのですけど、その後後ろから、ブランコの下のところが頭に向かってパーンと飛んでくるところなんですね。そうですよね、お父さん。そこが、お、なんだ、何か言っていました、おじさん。おじさんの、そういえば、書いてあげたいですけど、それがなかなか場所がないんですけどね。とりあえず、今日も、虫相撲をしに行かないと戦いだ。いやー、いい音。ここにいるだけで癒されます。社畜の皆さんは、こんな虫の音がする中で、ここの草のところでゴロゴロしたいと思うのでしょう？これはどこで使えます？これ。これ。ダメか。ここはダメだ。高いところだよな。どこに行ったらね、登ってみっか。兄貴は？兄貴はもういないの？兄貴と出会えないんです？兄貴！兄貴はもう消えてしまったの？もしかして、
墓を参ったから、みんな。それよりも虫相撲が大切だから、虫相撲しましょう。あー、みんな、この、あー、この前の日は実は会えなかったんです。ここに行ったら誰もいなかった。おい、いるだろ。分かってるぞ。いたー、みんな。試合前に虫の背中を叩いてみた？目が、何度も叩くと怒り方が変わるし、怒った方が技を出しやすくなるみたいだよ。おお、何度も何度もやってもいいの？すんげえやってみます。おい、今日も戦いぞ。おめえらのキングを出せよ。うちのよ、うちの頭を出してきますから。5勝、そしてドドーン、12勝。強いじゃん。最初は僕からだって。お、次のランクで試してみっか。試してみっか、こいつをよ。おら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 、叩いてみました。もっと。相手はね、女子ですから、ブチギレでいかないとね。相手は感情できますからね。え、頑張れ。怒っています。いけー。はい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 、ほい、負けちゃった。ついよ、ガブリ。じゃあ次は俺の番ね。お、相手は負けを知らないんです。おら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 、よし、ブチギレじゃん。怒っています。ブチギレだし、頑張れ。強さんし、あー、悔しい。かっこよ。おーん、強すぎな。じゃあ次俺様ね。お、さっきからメスをたくさん出してきますね。でも私の体の大きさを見てください。確かにメスは強たんですけど、こんなに怒っているから強いぞ。あやややややや、なんだ、見つめ合っています。あややや、ちぇ、あややや、負けちまった。無敵。これはキングを余裕ですね。次僕の番か。2勝4敗。あ、そんなに負けている人には興味がないですから、キングを出してください。これでいいかな。お、でーか、キングサイズですよ。これはブチ切れていきましょう。おら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 、めちゃめちゃ怒っています。決めてしまうんだ、技で。おい、あ、やっぱり強い。やった、いけるかも。山さんを出しますよ。まずは強いで様子を見ましょうか。じゃあこれでいいかな。負けを知らない三山をよ。おら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 、怒っていますよ。お前しかいない。頑張れ。おお、待って、やべ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 、負けるんだね。頑張れ。ダメダメ、負けてはいけないよ。そうです、そうです、強い強い強いぞ。あー、負けちゃうよ。押すんです。負けちゃった。強っ。新しい若頭が生まれるんですね。じゃあ次は俺の番ね。なに、こいつ勝ったことがないではないですか。そんなやついるの？これは、優しくね、優しく教育をしてやりましょう。こんなやつよ、おめえよ、ゼロショーで。よし、こんなところに来んじゃんね。チンピラが、これドカーン。決まりませんでした。それでもスタミナをこんなにやってやりました。頑張れ。余裕ですね。お、あ、なんだ。頑張れ。遊びなー。まったく。あ、負けちゃったよ。強。さすがですね。強すぎます。じゃ、次俺様ね。はー。まったく、こんな弱たんばかり出してきますね。こんなものおめえ、こっちは激おこ祭りでよ。スタミナが半分しかなくても余裕で勝てるのでは？おら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 。ちょっと、頭はおかしくなるくらい叩いてやりましょう。あ、これ以上はいかないな。ほんといけ。おー、激おこ技が出ますよ、皆さん。
ってねえのか。おっ、あいや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 、出たー。いいですね。あいや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 、でけいのを出してきてな。パーン。あいや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 、おたけ、なんてこったい。ガブリ料理を出しました。次、なかなか僕の番か。てっきり技を出してくれませんね。それでもおめえはよ、キングを倒せるのではない？一日一回しかできないキングは、くしゃー。そうか、さっき負けてしまったからそれで終わりなのじゃ。頑張れ。いや、いいの。頑張れ。行くのです。負けちゃうよ。ぽい。余裕ですね。負けちゃった。メスのお腹が少し白い、かわいいね。じゃあ次は俺の番ね。これは話にならねえな。うちのね、若いのを出してもいいですかね。これすいませんね。うちの若いのとよ、ちょっとしごいてくれませんかね。このね、このてたーん、鬼がいるんですけど、ちょっと弱いんです。ちょっとね、鍛えてあげてくださいよ。姉さん、お願いします。頑張れ。姉さんの胸を借りるのだ。行け。ああ、姉さん強いです。よし、行け。お肉は弱たい。よし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 、もっとおめえ何もできてなんだ。よし、行け。あったぞ。今とんでもない技を出しました。よし、行け。その調子、勝てるのでは。勝てるのでは。ああ悔しい。お肉は何ですか。じゃあ足引き、俺様ね。やりますね。なんか次の出た。こいつは技が得意なのでは。つまりこいつは激横にさせることがいいのではない。ほら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 、これが限界、激横ですね。オッケー、本当いけ。でけえ技を出すんです。相手も鬼クワガタ、こっちも鬼クワガタ。経験は、いや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 、あっちの方がありますけど。こっちの技がサクサク、いや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 、来い。まあ落ち着きましょう。スタミナは勝っている。まだスタミナはこっちの方がありますから。あ、やべやべやべ、おめえ回されているぞ。くるくるされているぞ。そうそう、回復回復回復して、次の技をおめえが決めるんだ。もしかし、おそろ、あー、なんてこったい。強っ。お肉はよ、次僕の番か。強いな。もしかして、こんなにでかい相手も叩きつけられますか。ちょっと見せてみろ、おめえの技をよ。お肉は、怒らせて、激横にした方がいいですね。おら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 、めちゃめちゃ怒っています。頑張れ。相手、こんなに大きいですけど、できます。やった、いけるかも。僕の勝ちだね。全くダメ。クワガタには勝てませんでした。やっぱり強いやん。でかいは強いよ。よい、そういうことだよね。そしたら、どうしっかな。ミーヤマ、なかなかね。今日は勘弁なさいましょう。ちくしょう、キングに勝ちたいだったな。悔しいな。また来ますから。キングに必ず勝ちますから。待ってろよ、このクソども。オッケー。じゃーん。キングに勝ちたいだったな。相手が、実は虫は相性がありますから、もしかしたら、相手が、でかいの、小さいのでしたら、鬼を出したら、勝てましたかもしれませんね。そういう、戦略の脳みそを持つことが大切なんですよ。おい！虫をあげても、誰も何も、とりあえずね、こっちが気になるんですよ、ここ。ここの不思議な、パワースポット見て、あっ！あっぶね、地図を、どんどん向こうに行ってしまうところでした。ウォーキンも、映像しよう。キーも、気持ち悪いんですよ、これ。買いますけどね。新しいもの、今日はニューに出会うよ。カカカカカカカ
なんでしょう。なんだなんだなんだ。今いました。ちょっとすごいんですけど。ジャンプ君に入れます。すんげすんげ。足が長い長い。足が長い。あ、バッタみたいなやつでしたね。かっこいいな。ここにいたあれは何？ワンコウの、それかオオカミコウの幽霊を見たんです。本当だったんです。本物の幽霊でした。あれは何？あれの説明は何？ないんですか？説明がないとゲイチクは困惑してしまいます。この赤いのはミュウではないですね。ミュウではないですね。美しい日にひまわりの中に突撃したい。は？おっ、ボク君にまたまた遭遇。またまた。よし、ここで一枚取ってあげる。お母さん、こんなところで。はーい、じゃあ取りますよ。おじちゃんの大好物は？お母さん。おお。じゃあ、おばちゃんはこの辺はちょっとお散歩してから帰るわね。ちょっと一緒にいましょうよ。お母さんどこ行くの？この写真はいつもらえます？ああ、写真を撮ってくれました。美しい美しい。ありがとうございます。お母さんの写真スポットがあるようですね。どこかいい場所がない。そしたらそこで撮ってもらえるのでは？そしたらやっぱり山の上ですかね。ここは？ここは道がない。ここはない。ここはこれで終わり？何か出会いませんの？何かないのですかね。何もねえな。 OK。 虫がたくさんいますけどね。ここにレアなやつが出る可能性はあります。ここっち、こっち。大きな。このお面はニューではないですよね。それだけ確認をしないとね、前に進めないんです。ここ何かいませんか？なんかいるかな。なんか、あ、やった。あ、なんだお面。ミヤマです。メス。ジャンプ君に入れます。強いかもしれませんからね。これは必要ですよ。なんかいるかな。そして一発切って入れるんです。何もいないや。チェットバス。ほら、これね、落ちてきますよ。いるかな。強いのが。何もいないや。ダメか。これで明日また来ましょう。そうしたらきっといろいろ食いついたらいますよね。あ、ここでできません。あれ、タコ、ここ。あ、できません。ここはダメだ。ここはダメだな。もっとこっちならできます。ここはできませんでしたから、もっと進みましょう。待った、ちょっとトイレ行きたくなってきましたね。トイレ行きましょう。ここの家は気になりますけどね。ちょっとここの安全なところに避難をして、組長はトイレに行きます。これは、ゲーム実況あるあるなのですけど、録画をした瞬間にトイレに行きたくなってしまうんです。なんとも、意外とありますよね。生放送を始めて、なんだ、なんでしょう。なんかうんこが、何です今の。何か拾いましたよね。何か持っていません？今何か、なんでしょう。あ、これ。何です？不思議な形。なんじゃ？何か、あ、全くわからない。持ってきてくれたんですね。おいしそう。これは食べられないの？食べられない。あー、写真。今写真これだけ。それよりも、あ、なんだこれ。誰かが
投げてきましたよね。何もな、というところの話がなくなりました。誰だ、こっちには犯人います。おい、何者、おい、おい、ここでタコできますか。できません。さっき何です、気になりますけど。あなた、なんだろう。イエーイ、これですよ。やっぱり虫。シルビアシジミ。やべ、名前がなんだかすげえやべ。こいつは高く売れるのでは。ジャンプ君に入れます。日本の夏休みに、私は日本に来たことがあるのですけど、その時に虫を取るという文化を初めて学びましたからね。その時に思ったんです。あ、できねえ。もしかしてレアな虫を取ってそれを売ることで生活ができるのでは。そう思った子供は多いのではない。私は思ったんです。そうすれば働かないでいいから、こうしてムシムシと自然に中の中でくるくるしているだけで楽しくて、毎日夏休みだから、そう思ったんですけどね。今では立派な畜生です。さっきのは何、何なの、ちょっと気になるのですけど。本当に何なのか分かんねえ。どこから落ちてきました、この高野の潮し、な、どうしたらいいの。今のこのイベントは何かの意味があるよね。バナナの死骸。さっきの何、空の色、ピンク、美しい。もうこんな時間になってしまったのですけど。な、さっきのな、本当に何ぞ、お父さんに言わないと。お父さん、何かを投げつけられました。いじめの予感がします。ん、この木を見るとやっぱり気になってしまうんです。なんかいるかな。ちらっ、何もいないや。いないですか。さっき塗ったものがなくなっています。ちゃんと塗らないとね。あ、どうしたら、さっきの時だらら、あれは何、お父さん、お母さん、ちょっと怖いです。な、謎のあれを渡せばいいのだ。それか、あのジジイに渡せばいいのでは。ジジイにこれは一体何と質問をするんです。ジジイの場所はどこだ。拾ったものが飛んでいます。ニューではないな、おめえら。ニューだったら許さないぞ。すぐに家に帰る方法がありました。これだ。これで、これを、あ、ここではね、あ、こ、あ、ちげ、あ、こ。どうやったらツンツン。こうか。あ、始まりました。さ、家に帰りますよ。いろんな虫が下に飛んでいますけど。あらららら、下に。痛いでした。んだ、死んじゃったのかと思ったけど。その様子じゃまだまだ大丈夫だね。死んじゃったと思ったけど。思ってんじゃね。あ、お母さんは聞いてしまいました。お父さん、これ見てください。これお父さん、お父さんと話しかけられません。お父さん。あれ？今頃うちのノラが泣いてる。ノラ？どうしたんだろうな。ノラってあの牛の名前？そうだよ。そうなの？驚きました。お父さんから変な声が来たかと。ノラ牛だったからノラって言うんだ。ノラ牛？それにしても変だな。狼でも来たのかな。何？うしうしが危ない。ちょっと見に行ってきます。お父さん一緒に行きましょう。なんでか怖いですから一緒に行きましょう。お父さん早く。お父さん
牛が。牛、どうしたの？大丈夫です？どうしたの？牛。何かあったの？大丈夫だと思います。もしかして何かあったの？誰もいないですよ。おいチキン、ほはほはでも周りは誰もいません。安全だと思います。さっきお父さんからこんな声がしたから、バグが起きたのかと思いまして怖かったです。そしたらね、ここに牛に話しかけたら、お、バグ君、今日は何をしていたのかなと言われたら怖いですよね。どうしたの？ちょっと何があったの？みんな様子がおかしいです。どうしたらいいの？怖い。あ、止められました、はい、今日の遊び時間は終了。わかりました。もう晩御飯ができています。お父さん、なんだか今日はみんなが牛がおかしいやん。じゃあ、これいただきます。おいしそう。いただきます。何ですか？おいしそう。シャワー。今日はあの変な石と牛が問題でした。お父さん、わかりますかね？何か。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そういえば、僕、これ海の近くで不思議なものを拾ったんだ。不思議なもの？一体どんなものを拾ったの？教えて。見せ場所？入道雲みたいな形の、見たこともない石なんだけど、お、僕の足元にいきなり転がってきたんだ。いきなりでした。あれかな。教えて。うん、おじさんがまだ今の僕くんより小さい頃に、おじちゃんに教えてもらった話なんだけどさ。おじいちゃん？海岸の岩場なんかでたまに見つかるタコ入道のような不思議な形をした石があるんだ。タコ入道？それ。で、それはね、それはなんとクジラさんの耳の骨なんだ。What？ クジラ？うん、そうなんだ。クジラさんとかイルカくんとか海に住む哺乳類は死んだ後体が海底に沈んじゃうんだけど、耳の骨だけ他の骨とつながっていないから、最初に体から離れて海岸に打ち上げられるんだってさ。でもそんなの見つけられるもんなの？うん、確率はそんなに高くないんだろうけど、骨？とにかく海岸を歩いて慎重に探してみると、運が良ければ1日に2個も3個も見つかることがあるんだって。いいな。多分進化の過程で陸から海へ戻ったクジラさんたちがまたこの大地が恋しくなって戻ってくるのかもしれないね。耳の骨？そうなんだ。はあ。お、ババン。立ってどっか行ってしまいます。突然話が終わる寂しい家族です。あ、お姉ちゃん、演奏ですね。お母さん、今日のご飯は何だったの？知りたいです。今日の晩ご飯はスパゲティと冷製ナス、うん、油揚げ焼きにスープとサラダで強引にイタリア風でした。イタリアンでしたか？やっぱりイタリアンといえばスパゲティ、パスタ、それは逃れませんよね。お父さん、この石はつまり、ノラはある日突然うちの門前にいたんだ。そして結局持ち主がわからなくて、そのまま我が家のノラになったってわけ。ノラ、あの子はノラというんですね。牛だと思っていました。スーパー牛号という名前はどうでしょうか？ノラはある日突然うちの門前にいたんだ。それでも、そして結局持ち主がわからなくて、そのまま我が家のノラになったってわけ。牛がノラ、ノラ牛はありえますの？危ないよね、牛がその辺に走っていたら。いいのですか？そしてこの石は、この耳の骨用の石は、これはどうしたらいいの？売れるんですか？ムシムシ交換で、とてもレアなものと交換してもいいです。おい、もう給食の話しないの？知りたいのか？私のアメリカの残酷な給食の話をよ。
野菜なんか何もねえクソみてえな給食の話をよ。栄養のバランスなんて何も考えてねえ地獄みてえなデブ製造のあの給食の話をよ。ジャムの袋ってランドセルの中で潰れたりしない？ジャムの笑っています。ランドセルというのは日本の小学生が背中につけているとても大きな四角の形のカバンのことです。とても高いんですけど、とってもとっても丈夫なことが有名なということです。アメリカにはない文化ですね。ジャムの袋ってランドセルの中で潰れたりしない？ランドセルというのはあれはみんな持っていて色は自由なんです。そういう文化が日本にはあるんですよ。知っていましたか皆さん。ダダーン。お姉ちゃんお姉ちゃん、いい音楽です。あ、お姉ちゃんに話しかけたいでしたのに、なんだろう。まあいいか、水をあげないとね。これこれ、おいお前、今日も元気になるために水をあげましょう。ほっ、しゃー、完璧。そういえば夜は虫の、ニューの虫はないのでしょうか。とりあえず夜もね、ここに乗ってメンヘラのようにここに乗って思うんです、大好きな人のことを。あー、キリュウカズマ、ミネヨシタカ、やっぱり、キリュウカズマは、背中を見て生きていきたい男ナンバーワンで、ミネ・ヨシタカは結婚したい男ナンバーワンですよね。はぁ、あ。だー、夜のブランコも楽しいね。ぽーい、ぽーい、ぽーい。お姉ちゃんに話しかけないと。お姉ちゃん。お姉ちゃんに、あれをね、聞いてみないとね。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ヨシカちゃんとの関係はどうなの？怪しい関係だと思っています。お姉ちゃん、お、今日は大丈夫？さあどうでしょう。大丈夫？でも以前よりは音色の響きが少し良くなってると思うんだけど。うまいです、素晴らしい。だって周りの空気をちょっとだけ私の演奏が艶やかにしてる感じがするんだ。なんだそれ。なんだろう、ハイグレード田舎って感じかな。違うと思うよ。あれ、残酷なんだ。残酷なんだ。ねえ、星の数を数えようとした人っているのかな。いると思います。目を凝らすと星と星の間の暗闇にも、うん、細かい塵みたいな光の粒々、つぶつぶ？ぬか星たちがぎっしり詰まっているような気がしない？なんだ？小学校の修学旅行で東京に行った時にさ、夜でも空が明るい？そうそう。でも宇宙飛行士さんたちは宇宙からあの都会の輝きを見つけるとなんだかほっとするらしいね。なぜでしょう？なぜでしょう？なぜでしょう？はぁ、宇宙に行ってみたいな。私も就職をするときに、実は宇宙の仕事に就きたいと思っていたときがあったんです。ねえ、宇宙の NASA とかに、そこで社畜して何か楽しいことを考えて、宇宙のそんな広い世界の話をしたいと思ったことがあったんです。そういうわけです。ここにトイレ？おかしいのでは？お姉ちゃんの音楽に合わせていい音を出してやりました。まいったか！ダーン！流していないのでは？手を洗っていないのでは？生放送の最中にトイレに行くと、キャウントされてトイレが早いのか手を洗っているのか何をしていたのかを予想してくる変態がニコニコにいますから、そういうのは気をつけてくださいね。おい、ワンコ、ワンコ、おめえの毛のおかげで助かりました。ありがとうございます。お礼をしますよ。そしてあなたのような形の幽霊がいました。ふぃー、
その声は何なのだ。気になるの。とりあえずヒューヒーがね、会いに行かないとね。今日はどうしてそんなに泣いていたの？教えてください。ヒューヒー、そうそう、どうしたの。何か言いたいことがあるようですね。ま、そんな時もありますよね。反抗したい気持ちの時はいくらでもあるんです。ここ何かどこか行けないの。ここ、ここ、あ、ここまで音が聞こえます。こっちはどこまで聞こえます。あ、もう聞こえない。ここはこの音。ここ、これクジラの、クジラさんみたいでしょ。あの骨をつけてあげましょうよ。それはできないの？耳の骨、耳の骨、耳の骨だから、これ、あ、クジラの耳骨、耳骨を、これをどこかに返してあげたいよね。どこかにクジラの、クジラの耳骨ではなくて全身骨は落ちていないかな。そこに返してあげるんです。ほら、おめえの耳だぞ。ほら、ボク君、ボク君たら、この時間ここから先は立ち入り禁止です。そういえばそうでした。暗くなって足元が見えないと雪の川にドボンとはまるからね。危ないね。これはおじさん家の決まりなんだから。すいませんでした。わかりましたか。はい。よし、物分かりのいい子だ。偉いぞ。怒られました。ひょぼーん。いつものことでした。夜はね、いろいろ行きたいんですけどね、夜の方がニューがある気がしません？眠っている虫たちが、あ、眠、あ、眠くなってしまいました。僕くん、絵日記書いてお休みなさいしましょう。なんだか夜が短いな。うん、おじちゃん、おやすみなさい。おやすみなさい。大人になるとね、ここからが始まりですからね。お、今日の絵日記はやっぱり耳の骨？そう思いますけど、でもわからないね。もしかしたらウシウシが変な鳴き方があったから、それかもしれません。なんでしょう。あの、なぞなぞ物体は、なんと、クジラの耳の骨。ねえ、遠い、遠い、海のお話、聞かせてよ。クジラさんが地球の上をブシャン。僕、クジラの耳ってどこ？目の、横にあるのでしょうか？人間のように、目の後ろのところに耳があるの？どこにあるの？かねえな。そういうわけです。おやすみなさい。明日もね、8月の16ですから、ここからが終わりのキャンタウンですからね。あ、嫌だな。怖い。クジラさん。あ、おやすみなさいができ